Now this world shall know pain. Naruto, hurry! Naruto! ここより世界に痛みを。神羅転生。だか。お前を倒してでも連れ帰る。お前は俺に傷一つつけることはできない。行くぜ。ここまでして終わりにしなさい。サスケ！
かんねえんだよ。サスケ！このままじゃ来た来た来やがれ。お前は何だ。おしゃべりはもう終わりだ。いい加減、目覚めたかよ。子供のままだな。これでお前を連れ戻す。もう終わりだ。案外やるな。だが遊びはここまでだ。あの余裕、あいつ本気じゃなかったのか。お前たちはここで消えろ。その術はやめておきなさい、サスケ君。なぜ止める？なに、この子たちには一人でも多く暁を始末しておいてもらおうと思ってね。他の暁に邪魔されると君の復讐もうまくいかなくなるでしょ。情けない理由だな。利用できるものは利用する。それで復讐の可能性が 1% でも上がれば儲けものだろ。さあ、そろそろ次のアジトに移動するわよ。待てってばよ、サスケ！ナルト君、さっきも言ったけど、もう君の声は届かないんだよ。Yeah!
残念だったわね、ナルト君。では。サスケ。サスケ君。また、止められなかった。俺は。弱え。君の言うつながりは、この程度のものだったんですか？ナルト君、君はさっき、サスケ君にこう言ってたよね。いくら否定しても、つながりを感じてる。ずっと切れずに、つながってるって。そこまで強いつながりが、これでもう切れたって、君は思ってるんですか？サイ、そんなこと、ね。だったら、まだ大丈夫だよね。まだサスケ君を連れ戻すことができる。それに今度は僕もいるし、二人より三人の方がいいよね。サイ、ありがとう。ここからだな。そうか、サスケはダメだったか。で、俺たちは諦めねえ。任務は失敗のはずだが、こいつらの瞳ときたらどうだ。その瞳に力がある限り、お前たちは何事にもくじけず挑み続けるのだろう。楽しい奴らだ。いいだろう。ならばこれより先もお前たちは第7班として新たな任務についてもらう。次の任務に関しては追って連絡する。それまでは各自待機しておけ。わかりました。期待しているぞ。わっ、来たな。さっさと始めようぜ、カカシ先生。お、気合入ってるな。で、まずは何をやればいいんだよ。まずは君のチャクラの性質を調べるんだよ。チャクラの性質？それってば、何？チャクラにはそれぞれ火、水、土、風、雷の5種。細かい説明するより、まずはやってみるか。まずは軽く手合わせをするぞ。戦いを通してお前の性質を見てやる。了解。戦闘開始。さっ。そうか。いつでも行けるよ。ここは燃えてるぞ。
いつでも手を抜くわけにはいかないな。来た来た、行くぜ。行くぞ、何の性質を？お前の性質は風だな。あらゆるものを切り裂く戦闘力抜群のチャクラだ。俺ってばすげえ。いや、まだ分かっただけだから。これから修行してちゃんと使えるようにならないとね。よし、やってやるってばよ。さて、ナルトの性質が風なのであれば、なおい、そろそろ休憩にしようぜ。ほら、歩きすぎて疲れてんだよ。せっかく2便も借り終わったんだからよ、ちった休んでも罰当たんねえだろ。おい、聞いてんのか、ガクズ。よくしゃべる。なんだと？今は黙ってついてこい、ヒドン。あのさ、さっき俺が言ったこと聞いてた？お前。まただんまりかよ。うるさい、何度も言わせるな。お前は黙ってついてくればいい。っていうか、俺ら今どこに向かってんだよ。火の国だ。そこに九尾の人中力がいるらしい。九尾のね。じゃあそいつが新たな邪神様の逃げってわけだ。せいぜいもてあそんで苦しめて始末してやるぜ。やる気になるのはいいが、あまり調子に乗るなよ。いつか帰り討ちに会うぞ。おいおい、それを俺に言うかよ。楽しみだった。第三章、不死の暁。くそ、また負けるとはな。けどな、次は負けないぜ。絶対にお前をあっと言わせてやる。将棋相手ならまだまだアスマに負ける気はしねえな。この野郎、嫌がる。でも今日は珍しい手を打ってきたっすね。棒銀のことか。敵陣突破の先兵、ああいう指し方嫌いじゃなかったっすか。上手相手に玉を守るためには犠牲もやむなしってやつだ。なんかあったんすか？別に何もないよ。ただ今頃になって玉の大切さが分かってきたのさ。そりゃ玉が取られたら終わりっすからね、将棋は。もし木の葉の忍びを将棋の駒に例えるなら、玉が誰だかお前には分かるか？そりゃほかげだろ。俺もこの前までそう思ってたけど、そうじゃなかった。じゃ誰なんすか？お前も時が来りゃわかるさ。さてと、そろそろ俺は行くわ。なんか用があるんすか？ああ、カカシのやつから野暮用を受けててな。ちょっと演習場まで行ってくる。そんじゃない。よう、待たせたな。お、来てくれたか。悪いね、わざわざ。あれ、なんでアスマ先生がここに来んの？アスマはお前と同じ風の性質の持ち主でね、いろいろためになると思って呼んどいたんだよ。え、アスマ先生も風の性質持ってんの？おいおい、そりゃこっちのセリフだ。まさかお前が俺と同じだと。
そうか、そうだったのか。じゃあさ、早速聞きたいことがあるんだけど。ああ、だいたい言いたいことはわかる。どうせコツとかそういうのだろ。そう、そのしかしコツといってもな、気にかけることはすごく単純だ。チャクラを2つに分割して互いにすり合わせる。そして薄く研ぐような感じで練り込む。それだな。薄く研ぐような感じか。ま、お前の場合ちょっと実践交えて教えてやった方が身につきやすいかな。さっき教えたことを反芻しながら攻撃してきてみろ。よし、やってみるってばよ。戦闘開始。やってやる。フライド。フライ。バトンハイセクション。バトンハイセクション。フライド。やってやる。クソ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 クつ曲がりなりにも分かってきてるじゃないか。それでいい。今の感じでやっていけば風の性質変化が身についていく。そっかそっか、なんとなくコツが分かったってばよ。アンガトな、アスマ先生。助かったよ、アスマ。ナルトもしっかり成長してるじゃないか。ああ、どんどん強くなっていくよ。そろそろ新しい時代ってことか。どうした？いや、それじゃあそろそろ俺は行くわ。今度、礼も兼ねて飯でもおごらせてもらうよ。ああ期待しないで待ってるよ。助かったよ、アスマ。ナルトもしっかり成長してるじゃないか。ああ、どんどん強くなっていくよ。そろそろ新しい時代ってことか。どうした？いや、それじゃあそろそろ俺は行くわ。今度礼も兼ねて飯でもおごらせてもらうよ。ああ期待しないで待ってるよ。くれないか。どうしたの？何か考え事？いや、そんなもんじゃねえんだが。そう、あのナルトがね。ナルトだけじゃない。シカマロたちも、そしてキバたちも、あいつらしっかり成長してきてやがる。世代交代ってとこかしら。そうだな、まだ足りないところもあるが、それはいずれ身につく。
それにしては少し寂しそうじゃない。頼もしくもあり少し寂しくもあるって感じ。そうかもな。こんなとこにいたんすね。鹿丸か、どうした。五代目から招集命令があったっす。今すぐ屋敷まで来いって。招集？何があった。いや俺も詳しい話は聞いてなくて。分かった、すぐに行く。じゃあ。アスマ。何、そこまで心配することじゃないさ。お待たせしました。うん。一体どうなさ。火の国に暁が出現した。どうやら人中力を捜索しながら徐々に木の葉へと近づいているようだ。ってことは奴らの目的は。ああ十中八九ナルトだろう。それで我々は。遭遇予測地点はすでに鹿丸に教えてある。お前たちは現場に向かい、そこで奴らを奇襲、その後拘束を試みる。もしそれができぬ場合は奴らの殲滅を許す。とにかく暁を逃すな。必ず。了解。アスマ大将、よろしくお願いします。ああよし、これからすぐに遭遇予測地点に向かうぞ。鹿丸、案内を頼む。了解っす。くれない、どうした。任務に出発するの。ああ。なんだ、もう俺を誰だと思っている。そう簡単にヘバなんてしないさ。それは分かってるけど。すぐに帰ってくる。え。じゃあな。さあ、行くぞ。ああ、書くぜよ。火の国に入ってどれぐらいになるよ。お前についていくのはいいんだけどよ、全く人中力が見つけらんねえじゃねえか。うるさい、お前は黙ってついてくればいいだけだ。ひってえな、おい。何にしてもそろそろ暴れたいぜ。邪神様も待ちくたびれるだろうからな。人中力を見つけたら存分に暴れるがいい。ま、そりゃそうなんだけど。奇襲成功だな。あそこまで綺麗にはまってくれるとは、仕掛けた甲斐があったぜ。あーちょちょちょ、なんだなんだいきなり。な、直撃とは情けないな、ヒダ。おい、カクズ、避ける暇があるなら俺にもトラップのこと教えろ。常に気を張ってないからそうなる。なんだ、どういうことだ。なぜあれを受けて平気なんだ。お前らか、さっきやったの。めっちゃくちゃ熱かった上に服までボロボロにしやがって。その期待やて、お前たちは木の葉の忍びか。俺たちは暁であるお前たちを拘束、または殲滅させるよう命を受けてきた。殲滅だ。おいおい、聞いたかよカグズ、俺たちを殲滅だってよ。身の程知らずのようだな。身の程知らずかどうかはやってみるまでわからないんじゃないかな。カクズ、こいつらは俺がやる。ちょうど暴れたかったところだしな。好きにしろ。邪神様の煮えとしちゃ小物だが、ま、ないよりはマシだろ。あまり相手を舐めすぎるか。すぐそ。だから、それを俺に言うかよ。アスマ。ほら、鹿丸は俺のフォローだ。出雲と虎徹はもう一人から目を離すな。はい。
しおりの苦しい痛みってやつをたっぷり教えてやるぜ。俺たちを舐めるなよ。戦闘開始。やってやるな。フンフン。ファトンハイセクション。やってやるな。ファトンハイセクション。いくらい。やってやる。暗いな。やってやる。ほら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 。ビビってんじゃねえぞ。やってやる。やってやる。行けるな。やってやる。ファトンハイセクション。邪魔はさせねえぜ。一旦引くぜ。邪魔。一旦引く。行けるぜ。邪魔はさせねえぜ。一旦引く。行くぞ。ロラ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 。考えてんじゃ。それに続け。終わらせる。撃ち取ったはずだ。だが何だこの感じは。心配するな、かすっただけだ。なんだおい、結構やるじゃねえか、オタクら。くそ、なんなんだこいつ。手応えはあった、なのになぜ倒れない。お前たちと俺とじゃ、出来が違うんだよ。だが奴とて人間、必ず弱点があるはずだ。おうおう、まだやる気か。けどな、こっちとらお前とやり合う気はもうねえんだよ。何？すでにてめえは俺に呪われた。俺の痛みはてめえの痛み。生と死の狭間の快感を教えてやるよ。こいつ何を言って。あいつの痛みはアスマのって。まさかさあ俺と一緒に最高の痛みを味わおうぜ。やめろの。なんでアスマ。アスマ！どうだ、最高だろうが、死の痛みってのはよ。一丁上がりだぜ。随分と時間がかかったな。いや、思ったよりやるからよ。ちょっと遊んじまった。の野郎。この野郎が。あ、なんだ、お前も潰されてえのか。いいぜ、
邪神様への逃げは多い方がいいからな。お前もすぐに捕まる。あ？助けに来たわよ上司。イノ、なんだ増援か。ったく、雑魚がゾロゾロと。僕があいつらを引きつけておく間に、イノはアスマ先生を見てあげて。わかった。調子、俺とお前で時間稼ぎだ。うん、時間稼ぎね。もう無駄だと思うけど、あいつはもうダメだって。てめえいい目してんじゃねえか。その目が絶望で染まるとこを想像するだけでゾクゾクするぜ。待て、ヒダン、ここからは俺もやる。あ？なんだよ、お前も戦いたくてうずうずしてきたか。違う、お前一人だと時間がかかりすぎるからだ。さっさと終わらせて陣中力を借りに行くぞ。へいへい。じゃま、サクッとやっちゃいますかね。来るぞ。戦闘開始。これでも使ってた。影の命だ。どうする。いけるよ。これも策の一つ。これでもね。これでも使ってた。そろそろ撤退。追加だ。そっか。これで。よし、これである程度時間を稼げた。ったく、無駄にあがくなって。こいつ。なんなのあいつら。僕らの攻撃がまるで効いてない。俺たちの命は無限。お前たちとは違う。なんだと？もはやお前たちの敗北は確実。おとなしくくたばれ。どんだけジタバタしようと、お前らは神に捧げられる逃げだ。もう少し待ってくんねえかな。これからがいいとこなんだ、ほんと。だから言ってんだろ、もう少しだけだってよ。ヒダン、やめろ。ちっ、なんだ、誰かと会話をしてんのか。またすぐに戻る。覚悟はしておけ。行くぞ、ヒダン。あのクソリーダー、今度呪ってやろうか。ったくや。ヒダ女子、それよりもアスマだ。うん、傷が急所に。これじゃ。イノ、どうだ。これじゃ。イノ、もういい。
もう俺はここまでだ。それぐらいはお前たちも分かってるはずだ。アスマ、最後にお前たちに言っておきたいことがある。アスマ先生、喋っちゃダメだよ。チャージ、それにイノモ、石川丸、アスマ先生の最後の言葉だ。しっかり聞け。イノ、はい。お前は気が強いが、面倒見のいい子だ。長寿も鹿丸も不器用だからな。こいつらのこと頼む。はい。それから桜には負けんなよ。忍術も恋もな。はい。長次、お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い忍びになる。自分、うん、それと少しダイエットしないとな。無理かもしれないけど頑張ってみる。そしてしかもお前は頭も切れるし、忍びとしてのセンスもいい。火影にもなれる器だ。まあ、めんどくさがり屋のお前は嫌がるだろうな。そういや、玉のあの話、あれが誰だか教えてやる。耳を貸せ。アスマ、あんた、だから…あとは、頼んだぞ。しかも、正直、いいの。まだ教えてもらいたいことがあったってのに。最後まで勝手なんだよ。最後まで。Thank you.